ドイツで計画された駆逐戦車。E-100、E-75、E-50、E-10、e、の一連の戦車と同じく戦車の各種構成品を共通化して生産性を高め、また重量ごとに戦車の標準化を行おうという E 計画の一環として計画された。本車両においてはモックアップのみが実際に完成している。 なお、E-100 を除く一連の E シリーズは、車体すら完成していない。E-25 駆逐戦車手法には70合計 75mm 対戦車砲を採用、砲塔はなく固定戦闘室に装備されている。また、車体上部に 2cm 機関砲を収納した小型砲塔を装備する案もあった。車体形状は、軽駆逐戦車、ヘッザーと後に、 西ドイツ陸軍が採用した可能年夜クトパンツァーの中間的なもので全方位にわたって走行板が傾斜し左系はじめを考慮に入れている航空機メーカーであるアルグス社による開発で同社製のガソリンエンジンが搭載される予定であったドイツ戦車としては珍しく機動輪は車体後部にあり戦後の戦車のような流体式走行装置と優勢歯車式変速機により 全身、更新ともに8段のギアチェンジが可能であった。実際の生産はアルケット車で予定され、試作車の組み立てが行われている途中で、終戦、完成車両は存在しない。ありがとうございます。